ああ、なるほど。もうミサイル弾めっちゃ手に入る。うわ、いっぱい来た。楽しみができたな。面白くなってきた。ほい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 。よいしょ。ほら。よいしょ。そら。まだ生きてたか。面白い。よし。ああ、ダブルセイバーじゃないわ。二刀流も面白いな。はあ、ここにかん、ここに帰ってくるの。で、多分矢印があるからこっちなんだよな。ここか。お前か。わあ、いっぱいいる。やばい、危ねえ。ダメか、やっぱり。よし、よいしょ。バイバイ。キラ。ほら、イエーイ。いいよ。上だな。ほい。いや、なかなか複雑だな、このマップ。ここは見たってことか。そうだよね。こっち、あれ、行けない？行けない、行けないのか、ここ。お、うわ、危ねえ。危ねえ、よし、危ねえ、よくよくだ。よし、甘いよ。おっと、熱い。貴様、この野郎。あ、でもダッシュで避けるんじゃねえのかな。ダッシュっていうか緊急回避みたいな。よし、いけた。ここがさっきなんかいっぱいワンサがいた食堂ですね。わあ、いた、うん、パマス公園。ああ、なるほど。はいはいはい。あ、クリティカル買うか。素材がないかった。全然なかった、全然なかった。マジか。よし、おっと、こっちもある。あ、なんだ、見るだけか。まあまあまあ、なんもないよ今。よし、じゃあここは、この食堂は探索終わったんで、どっち？こっちか。行きましょう。迷ったのもあって、結構取ってる時間長いからね、早く蹴りをつけたい僕。やっぱ探索しちゃうけど、見たところだよね。そう、一回降りてきたから、そうっすね。あ、ここだ。さっき来たと思う。いっぱい。おっと。待ってね。よし、バイバイ。こっち側でいいのかしら。違うよな。あの3階に行かないといけないんだよな。こっち行っても仕方ないし。え、これどうすりゃいいんだ。
これで上に行かないとダメなんですね。ってことはどっかから上に渡れるポイントがあるはずなんだよな。ダメか。アンロック。あー、なるほど。こっち？こっちでいいのか。こうかな？こうで合ってんのかな？矢印書いてたもんな。いや、あの矢印ないとマジわかんないわ。あれ、ここさっき来たよな。ちょっと待って、マジわかんない。こっちか。こっちだな。あ、こっちだ。やっと来れた。やばい。あー、くそ。あー、最悪、マジか。めんどくせ。うわー、もうダメだ。マジかよ。あれ無理なのか。あ、痛い痛い痛い、間違えた。うわ、オッケー。よし。あ、やっと来れたかな、これ。で、こっちは無理に行かない方がいいかな。多分これか。これで終わりだな。多分ここが正解。そう、来たことないよ、ここ。こっちは？はしごの上は塞がれてるようね。いけないんじゃないか。上が通れない。おーおお。ちょっと待って、めんどくせな。マジで邪魔すんじゃん。痛い。敵普通に強いんだけど、ここら辺。マジか。おめっ、この野郎上からチマチマやりやがって、マジで。あいつほんとうっとうしい。なんか体力回復した。あの野郎マジで覚えとけよ。あ、ここがさっきの。あ、これだ。はい。あ、いた。え、こっち？これさっきのどこが？あ、そうだね、そうですね。で、上か。これ奥行ったらまだなんかあるってことな。よいしょ。わって違う？ちょっと待ってくれ。なんか書いてたんだよな、あの地図。一回倒したって人はもう出てこないと信じてるけど。あ、そうだ、上のやつが倒せてないんだ。こうか、こうでいけるんだ。こいつは多分手榴弾しか投げてこないから、近づいたらこっちのもん。ほら、はい、バイバイ。こうだ、正解は。
これで3階に行けるようになったのね。死んで、なかなか大変だなこのステージ。あーっと待って、なんかあった、なんかあった、なんかあった、逃さない。違うか、ある、奥にある。もうミサイルだ。ああ、なるほど。OK。ちょっとセーブしていきます。あそこの見張り台に人が。あ、何か操作してる。あれは。ダーリン、気をつけて。その前にそもそも人でいいのか、あれは。うわ、そういう、ちょっと待ってくれよ、それはきついって兄貴。ちょっとこれは冷静にいこう、焦る必要はない。あれあれ、次を待つ、次を待つ。あー、今行けたと思ったのにな。よし、よし、着いた。それはこっちのセリフだよ。この間の借りを返せ。これあれか、あの、もうハイライトじゃん、もうダイジェストにされてんじゃん。あで、ポップにあったよー、あるよねそりゃ。あ、なるほど、てことはだ、てことはだ、使っちゃうか、使用する。はい。で、これで拾うと。完璧です。あれ？ん？使ったんじゃない？今。あ、使ってもなおあるのか。まあ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 、いっか。あれ？ここでいいんだよな。あ、ここだ。よいしょーっと。またいた。いや。トウモロコシは、今はいいや。今どっかアンロックってあったよな。なんだっけ、これ、あ、違う。あ、これか。待って、待って。え、待って。どれ？これはいいのか。これでこっち側行けばいい。アンロックあれ、どっかなかった今。気のせいか、気のせいでしたね。はい、気のせいでしたね。おっと、うわ、ボスの予感がする。しまった、さっきセーブしときゃよかったじゃん。あ、なかなかやるな。やっぱおめ敵じゃねえか。だがそれもここまでだ。おめ敵じゃねえか。あー、来たよ。はい、ロボットくん来たよ。顔ついてる、かわいいね。これどうやって倒すんだ。どうやらボスのようね。そうね。痛い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 。あ、これで殴っていくの。
当たんだね。 ちょっと待ってくれよ操作確認してんだこっちは。 これで選べるわけじゃない。 選べるわけじゃないのか。 ちょっと待って、R2長押しって言いなかった。 痛い。 ちょっと待ってくれ。 R2長押しって言ってたぞ 今。 ちょっと待って。 そうだよな。 これもしかして これか? ちょっと待って。 焦るな。 これか? こっちじゃねえか。 なんだよ。 なんだよ、 そういうことか。 痛い。めっちゃ入るダメージ。危ない。やばい。 ロックしてる時に。よし。やべ、どっか行っちゃったミサイル。 ロックした時にちゃんと狙わないとダメ。よし、いけ。いいよ、めっちゃいいダメージ入る。 あえてバチバチ当てる。やべえ、ミサイルの弾がね、ちょっと無駄打ちしすぎたかな。
でも また溜まってる溜まってる。オッケー、いける。よし、オッケー、やっと理解した。理解するのが遅かったな。うん、そういうことか。切り替えないとダメだったんだね、武器を。うんうん。メーカーアームも大したことないね。ご利用しで大したことないよ。戦闘能力また上がったんじゃない？お、アームレスリング。そういう感じじゃないだろう。とりあえず戻しときますか。なんかありそうなんだよな。カットしてたり何回かに分けてたりはすると思うんですけどね。1時間ぐらい撮ってるんですよ僕。資料が見れる感じか。こっちはいけない。で、上に行っていいのかな。もう上っていいのかな。あ、いた。え、誰？秘書。面倒を起こすな。あ、いいのか。これでいいのか。なんだこの空気。プロレス、あんたの家族は本当すごいな。ずる賢いメカ仕事で俺の手下を散々騙して、もう一人の姉は俺の縄張りまで来て好き放題やりやがって。うん、ライアンのロムを私に返して。ロッキーのバカめ、物を手に入れなかった上、あんたみたいな厄介者に絡まれやがって。あんたたちが取り上げたもの、あとライアンのロムを全部返して。このボロロムのことか。本当にいいお姉さんだな。こんなボロのために俺のところまで来て大暴れして、このツケどう返せばいいんだ。あんたたちが先にイチャモンつけてきたんだ。ロッキーは自分の代価は自分で払うべきだな。そうだれば。これを返してやってもいい。俺にとってはただガラクタだ。ロムを持ってきてこっから離れてもらう方が俺と都合がいいかもしれない。本当にロムを返してくれるの？あんたは一体ライエンの家で何を探しているの？ライエンが言っている預言者が何なのか知っているの？もしかしてあなたも？お嬢さん、あんたの質問に答える義理はない。バカな部下がしでかしたことの処理としてちゃんとあんたと交渉しているの。この俺、小指 TR と面と向かって対話できるやつそういない。でもあなたが先に。マーラ、あのボロロムを彼女に渡せ。プロレス、今のあんたと俺はこれでチャランだ。次会った時はこう優しくないからな。出ていけ。まあ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 、ダーリン、変だと思わない？いや、まあ変だよ。どうやってライアンは貨物船まで来られたのかしら。そうなんだよな。もし一人で来てないとすれば誰かが助けてる。今考えても仕方がない。とりあえずこのロムを修復しよう。そうだね。新しい手がかりがあるかも。じゃあ目的地はロックです。うん、よし。これね、そうだね、戻るか。ルース助け出したか、戻っていいでしょう。後で来られそうかな、この感じ見ると。とりあえず今回ちょっと一旦戻ってセーブします。結構取ったんでね。無事に戻ったな。とりあえず俺の店。お嬢さん、助けてくれてありがとう。本当にありがとう。君じゃなかったら俺はあそこに閉じ込められたままだった。大丈夫、私を待ってくれてありがとう。それに努力推進機も、用心棒をたくさん雇ったからな。小指がまたやってきても思うようにはさせないさ。今後何か必要だったらいつでもおいで。他じゃ手に入らないものを揃えてるから。ありがとう。ちょっと、お父さん。おっと、何？どうしたの？あれ、お父さん。あなたが連れてきたあの子が、いや、話すよりデータルンのを送ろう。まず見てくれ。はい、うん、
待って、ああいいのか。あ、出たこれ。これ何なんですかね。あ、あの時のそうだ、あの42号道路あそこで見つけた子だ。お嬢ちゃん、あ、目覚めたのか。道端に倒れてる君を俺の娘がここに連れてきたんだ。はじめまして。シグロ、はじめまして。私シグロ、ホッツ・フロレスだ。シグロ、君のお家はどこなんだい。ホッツ、たまにアクセント出るのがおかしいのはそういう仕様っていうかなのかな。君とかデータロムとか頭高になる傾向があるけど、ずっとお部屋の中にいたの。背が高い人も太ってる人もいて、ちょっとこの子なんか怖いよな。白い服を着てた。ちょっと怖いなんて気が僕はしてるんですよね。目が覚めたら周りに火がついてて、なんかわかんないけど声のする方に進んで、この子は妄想とかしてお父さん死にそうな予感がするんですよ僕。当たんないことを祈るけど。腹が減っているようだな。何か持ってこよう。退屈なら客までテレビでも見るといい。児童福祉施設に連絡する必要がありそうだね。でいいのか。やば、あんまりなんかそういう風に疑ってみるのも良くないか。見た感じ本当に普通の子っぽいからな、めっちゃ興味津々だな。なんか愛らしいな、こう見ると背伸びしてる、かわいい。あ、ライエンの部屋。あ、お姉さんの部屋。好き放題見てるのね。興味があっていいことだ。ここだよな。あの時、私パパが靴下にプレゼントを入れるのを見たの。サンタさんなんていないのよ。いい子にしてないから現れなかったんでしょう。あるある。私子供の頃はいい子だったから毎年プレゼントもらえてたわ。見たことだってあるんだから。白いヒゲの。パパはサンタさんに頼まれてプレゼントを入れてたのかな。かもね。こういうなんか夢を壊すエピソードみたいなちょいちょいありますよね。サンタの話って。サンタさんって本当に、なんか本当かどうかわかんないんですけど、僕の兄だったからサンタを信じてなくて、なんでかっていうと、子供の頃だからサンタさん来るんですけど、多分まだ僕も生まれてないぐらいの頃の話かな、わかんないんですけど、物心はついてなかったから、になんか家にピンポーンってインターホンを押してきて、サンタですっていう風に来たらしいんですよ。そんな風にサンタさんが来るかって思って信じなかったらしいんですけど。何？腰が。サンタさん来たよ。あなたは？サンタじゃよ。プレゼントを届けに。出てこねえ。どんなデケも入れてんだよ、サンタさん。プレゼントもらえるの？そうじゃ。多分見覚えある人なんだよな。ありがとう。かわいい子グマさん。まあ喜んでもらえて何よりですね。誰だ。まあまあ落ち着きなされ、不法侵入者め。ちょっとダメだよ。わしは子供たちに幸せを届ける使者じゃ。そうだよ。
うるさい。俺は福音を伝えるイエスだぞ。え、お前は誰だ。サンタクロースじゃ。正直に答えろ。何も許してやってお父さん。俺がサンタを知らないとでも思ってるのか。プレゼントなんてもらったことないがな。今は許してあげてよ。データロム長くね。哀れな子じゃ。よかろ、本当のことを話してやろう。え、いいの。お前は誰だ。落ち着けてお父さん。お父さん、セントニコラウスじゃ。お父さんだいぶ感情的だな。からかっているのか。こらこら、子供の目の前でそんなことするんじゃないよ。わしはこの子の願いを聞き入れただけじゃ。そうそう、プレゼントを置いたらすぐに立ち去る。さっさと俺の家から失せろ。お父さん怖っ。待て、俺の数十年分のプレゼントも置いて。そっちかい。自分がもらえなかったから嫉妬してんのか、もしかして。めっちゃあるやん。暖炉を塞いどくか。じゃないとまた誰かが入ってくるかもしれん。なお父さん何なのあなた。ごめんなさい、全部私の魔法なの。え、魔法？魔法？あれはただのコソ泥だぞ。嘘をつくのは良くないぞ。え？どういうこと？嘘じゃないもん。え？なんか。なんか特殊な能力も。そうか。でな。困ったな。やっぱ普通じゃないわこの子。そうだよな、だってあんなところにいたんだもんな。45度。大師様に怒られる。大師様。あなたが連れて帰ってきた子。はあ、ちょっとわからないな。まあね。暇があったら帰ってきておいで。了解。うん、わかった。彼女を助けた時のこと覚えてる？あの時異常なめまいに襲われたの、多分この子の力。そっか、あったの。覚えてる、うん、病気の発作かと思ったんだけど彼女のせいなのね。マジか。さあ、というわけで今回はここまでにしたいと思います。また話が一つ進みましたね。あの子の正体は何なんでしょう。以上、大和美月でした。次回の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。